はいどうも、カーボンドライジャパンインチキおじさんの小沢でございます。今これ何をやってるかというとですね、レーシングゼロのフレットリ、野沢メンテナンスで入庫しているレーシングゼロなんですね。これ、せっかくタイヤを交換を受けたまってんで、縦ブレ含めて横ブレチェックしてるわけなんだけど、アルミスポークなわけですよね、レーシングゼロね。これがアルミの扁平スポーク、エアロスポークなんだけど、これは、こういうやつで、この、いわゆるニップルをこう、回すわけね、調節するときね。回すときに、こっち側何にもしないで回しちゃうと、このスポークがギュイーンってこう、これが硬いことが多いから、引きずられて、螺旋になっちゃうの。こういう風になっちゃうね。こうなってるもんが、わかりにくいよね。初心者様でもわかるようにっていうのが、ポリシーでやってる。こういうふうにスポークに、今あるわけよ。風がこう来るんだから、こうじゃダメだよね。こう、平べったくなってるわけよ。ほんで、これを無理やりやると、こうなっちゃうの。こういうふうに。そうすると、これがビューンって曲がると壊れちゃうから、下手すとすぐ折れちゃうわけよ。収まえてなきゃいけない。ここを回らないように押さえて、ニップルだけ回すってことをやるんですよ。初歩的なことから言ってるから、ベテランの人は見ないでくださいね。これで、これがカンパニョーロ、あるいはフルクラムから出ているスポーク押さえっていうのか、これ。名前は何つうんだ？スポーク止め？スポーク押さえっていうのね。T-02。うん。T-02 っていうものがあって、ほら、ここにこう、平べったい切れ込みが入っていて、ここにこうやってはめるわけさ。で、ここでこうやって押さえれば、これだと緩いね。だから3種類ついてんだよね。ここだといいよと。で、こうやって押さまえて、ここ、こっち押さえてるでしょ？こう、片手で押さえて、こう、ギュッと回すっていうのが、これは、フルクラムおよびカンパニョーロの純正工具。で、次に、もうちょっといいんじゃないかなと思うのが、パークツールの工具で、はい、これが、なんつうの ?BSH の4っていうやつで、これが一般的には、うん、結構タイトなんだよね。いい感じなのね。で、この前私は、これ、うん、なんか、純正よりこっちの方がタイトだね。うん、こう、安心して回せる感じがする。で、今回ご紹介するのは、もうちょっと違うもの。これ。CSH の1ってやつですね。これもパークツールなんですよ。手に取って見るまで、果たしてどうなのかっつうのが、いまいち、商品の案内のとこを見てるだけだとわかんないんで、大丈夫かなって思って、このアルミスポークに使えんのかしらと思ったんだけど、結論から言うと使えます、これ。うん、使える。この3つの中でどれが一番いい感じなのかをご報告しようかなと思うわけですよ。初心者の皆様に。もちろん一番高いのはこれかな。はい、行ってみよう。さてさて、実際にこう触れてるところ、うん、ほとんど触れてないね。縦ブレもなかったね。うん。ほんのちょっとかな。ちょっと回してみましょうか。ちょっと回してみよう。ここを回してみたいね。はい、ここを回してみますね。少しでも異変を感じたら、ドライヤーで炙ってやんないとダメなんですよね。じゃあ、こいつでまず。ああ、こんな感じか。こういう感じか。ああ、うん、なるほどね。はい、なるほど。で、こっちで行ってみるか。一番硬くてぴったりはここだよね。ああ、こんな感じね。うん。なるほど。はい。
で、この CSH の1、これね、一番ね、根元までいけるね。あ、やっぱこれだね。うん、安心感が全然違います。うん、違うわ。これはもういいわ。これがいいです、やっぱし。うん、なんつうの、他のやつは全部溝があって溝に入れるというもの、ある形のところに溝の中に押し込んでいくっていうもので、その溝はさ、もうちょっとだね、溝は一定のものじゃない。でもこれはこの右手の力でギュッと押さえていく、加圧してるわけだ。うん、だから違うよね、そりゃ。あ、いいね、取れたね。どうかな、もうちょっと気持ち締めてみます。ちょっと待って、やってみようか。これノーマルね、ノーマルっていうか純正品。あ、やっぱりね、そうだよね、これ悪くはないよ、悪くはない、悪くはないよ、そりゃね。どこだっけ、 C か、これじゃないね、ここでも、ね、ここか、よいしょ。それ、うん、作業効率かといっても、これは結構一番厳しいとこギュッと入れて、なおかつこう、もう無条件にこいつの一択でしょうね。これステンレススポークだったボーラーにもこれで全然平気だったんで、これからフォーク押さえを買う人は、うん、これがいいと野沢は思いますね。こんなような使用感でありましたことを、ご報告しておきますね。はい。うん、いいんじゃない、いい感じです。はい、どうも、初心者メカニックを目指す方のご参考になれば幸いでございます。またね、どうも。